こんにちは。水戸市長の高橋康史です。水戸市職員採用試験を受けたいと考えている皆さんにメッセージを送ります。水戸市では誰もが幸せを感じられる街を市民と共に作っていくため、水戸の街づくりのビジョンとなる水戸市第6次総合計画水戸先駆けプランを策定し、さまざまな施策を展開しながら安心して暮らすことができる先駆けの街水戸の実現を目指しているところです。水戸の明るい未来を創造するためには、市民生活の安心安定を確保し、交流を創出する新たな拠点づくりにチャレンジしていく必要性があります。そのため市役所新庁舎、新ごみ処理施設、新たな市民会館、東町運動公園新体育館の4つの大型プロジェクトを積極的に推進し、市民サービスの向上、将来の水戸市の大きな飛躍につなげていきたいと考えています。これらの政策を確実に達成していくためには、その組織で働く人が重要な鍵となります。職員一人一人が市民にとって何が大事なことなのか、それを自ら考え行動し、多くの課題、難しい問題という壁に直面しても、それに負けず乗り越えていく積極性、そして自分の仕事に対する責任感がとても大切です。皆さんには自分が水戸市の職員になってどのような力を発揮することができるのか、しっかり自己分析をしていただきたいと思います。そして水戸市の抱えるさまざまな問題解決のためにはどうしたらよいのか、さらにはどのような街を作っていきたいのか、自分なりに問題意識を持って高い志を抱いてこの試験に臨んでいただきたいと思います。また行政の仕事は人間関係の大舞台であり、常に現場主義に立脚をした姿勢が大切です。そのためには知識や理論も大切でありますが、市民の中に積極的に飛び込んで市民の声を直に聞き、どういう場面に遭遇しても柔軟に対応できるコミュニケーション能力の高い人材が必要となっています。現在人口減少、超高齢社会が到来しており、将来にわたり持続可能な社会保障制度の確立が求められています。そのためにも水戸市は力強い財政力と経済力を持たなければなりません。国においては地方創生を重要な政策と位置づけ、地方のアイデアや創意工夫の努力に見合った支援を行っていくとの考え方が示されました。本市におきましても持続性のある経済発展に向け、水戸先駆けプランを基本として市民等からのご意見のほか、若い職員のアイデアを反映させながら町、人、仕事の創生を目指す総合戦略の策定を現在進めているところです。地方創生の時代を勝ち抜いていくためには、今までの規制概念にとらわれない水戸市独自の新しい価値を持った政策を生み出し、積極的に展開し、他の自治体との差別化を図っていかなければなりません。水戸市は町に新しい付加価値と文化を生み出し、感性豊かなクリエイティブな人材を求めています。市役所職員には年齢性別を問わず、職員それぞれの能力や適性を最大限に発揮できるよう、全員にできる限りのチャンスを与えています。そういった開かれた組織をもって市民の負託に応え、信頼される市役所作りを進めていきます。皆さんが思い描く未来が先駆けの街水戸の未来となるよう、私たちと一緒に水戸の街を作っていきましょう。水戸をこよなく愛する人、待ってます。